はあ、つまんないな。レポートのためにこんな遅くまで居残りになるとか。教授にもこっちのこと考えてほしいよね。他の人はみんな帰っちゃったし、サークルもこの時間じゃ練習終わってるだろうな。っていうか、こんな講義サボっちゃえばよかったのに。もう真面目だな。知ってる？最近変な怪談が流行ってるんだよ。遅くまで居残りしてると恐ろしいことが起きるって。そういう怪談って大した力は持ってないけど、たまーに本当になっちゃうんだ。君に何かあっても僕知らないからね。ああ、ペンが落ちたよ。え？誰？君なの？え？なんで子供になってんの？ええー、階段が本当になっちゃった？なんでよりによって子供なの？どうしよう、誰かに相談？でも誰に？バカ犬は意味ないとして、イリアさん？花尾さん？とにかく、ここ出よう。もっとおかしなことが起きたらたまらないよ。ほら、手つないであげるから。手が小さい。かわいい。じゃなかった。急ごう。行くよ。急いでくれてるんだろうけどさ。歩幅までちっちゃい。それが悪いってんじゃないよ。そんな顔しないで。頑張ってくれてありがとう。ね、よしよし。撫でてもらうの好き？素直で可愛いな。で、だからそうじゃない！早くこっから立ち去らないと！待って。誰か来る。この教室突き当たりだよね。絶対ここ目指してるよね。どうしよう。教卓の裏、あそこに隠れよう！ほらほら、早く！何驚いてんのさ！この大きさじゃないと二人で隠れらんないでしょ！こっち来て！しー！いい子だから静かに。かな。いやー、びっくりした。こんな時間まで残ってるとか誰だよ。まあ、どこのドイツでも関係ないけど、おかげで嫌な汗かいちゃった。ん？何？ちょっと苦しいよ。もうなんで急に捕まえるのさ。で、ペット扱いしないでよ。君にはちゃんと恋人として見てほしいんだから。さっきからなんで驚いてるの？まさか僕のことわからないとか？外見だけじゃなくて中身まで子供になっちゃったの？キョトンってしてる。これ絶対分かってないよ。もう急いで花尾さんたちのとこ行こう。はい、抱っこしてあげるからおいで。よっ。いつもより軽い。なんかふわふわしてる。はあ、猫の姿の僕を抱きしめたがる気持ち、ちょっとだけ分かったかも。違う違う、早く元に戻さなきゃ。このまま誰にも会わないといいんだけど。まあ、さすがにみんな帰ったかな。あれ、人間の気配だ。この匂いは。よりによって先輩。先輩こそこんな時間まで何してるんですか？
あ、忘れ物探しに来たんですか。大変ですね。もうさっさと見つけて帰れよ。え、この子はその僕の妹ですよ。ちょっと訳があって大学に来ちゃったんですね。そうだよね。え、なんで泣いちゃったの？ね、泣かないでよ。どうしたの？そういうことか。小さくなっても嫌な奴は本能でわかるもんね。先輩、僕ら急ぐんで、さよなら！はぁ、最悪のタイミングだったね。ほら、もうあの嫌な先輩はいないよ。怖かったんだよね。わかるわかる。あの人威圧感すごいんだもん。君を口説く時だけいい人ぶってさ。ああいうの猫をかぶるって言うんだよね。ん？何？抱きつかなくても、もう平気だよ。それとも、まだ何かあった？お兄ちゃん？お兄ちゃん。お兄ちゃんか。君に言われると悪くないかも。ちゃんとありがとうが言えるの偉いね。ね、お兄ちゃんのこと好き？本当に？じゃあ、お兄ちゃんってかっこいい？はぁ、照れるなぁ。君はちっちゃくてもいい子だね。よしよし。子供って猫を見るとすぐいじめてくるけど、君だったら小さくても大歓迎だよ。お兄ちゃんも君のこと大好きだよ。え？あぁ！戻った？もう覚えてないの？例の階段のせいかわかんないけど、今の今まで子供になってたんだよ。嘘じゃないって。すぐ戻ったからよかったけど、やっぱり遅くまで残るもんじゃないよ。レポートなんていいから今日は帰ろう。うん、それがいい。そうしよう。そんな、別に迷惑はかけられてないから平気だよ。でも、ちょっと面白いことは起きたかな。ねえ、僕のこと、お兄ちゃんって呼んでみて。え？さっきまでは自分から呼んでたんだよ。ほらほら、いいから言ってみてよ。照れちゃって、この姿の君に言われてもいいもんだね。決めた。当分僕を呼ぶときはお兄ちゃんだから。わかった？ダメ、意義は認めないよ。ほら、いい子はお兄ちゃんと一緒に帰ろうね。